それでは今日の問題を解いていきましょう。今日の問題は指数の計算です。4分の9の4分の9乗っていうですね、なんかすごくまあ普通の式なんですけど、これなんと数学オリンピックの問題です。まあ予選とかで出題された問題なのかなって思いますけど、ちょっとまあかっこよく計算してみるみたいな感じなのかなって思うので計算していきたいと思います。最初に4分の9っていう数字、これちょっと性質に着目すると4分の8たす1なんですよね。でなので2たす4分の1だってことがわかります。これを使うと4分の9の4分の9乗って4分の9の2たす4分の1乗なんですよね。これをまあ指数の法則にのっとって計算していくと4分の9の2乗をかけることの4分の9の4分の1乗とこうなるわけです。そうすると、まあ、4分の9の2乗はそのまま計算できますよね。16分の81乗で、今度4分の9の方は2分の3の2乗なので、これの4分の1乗だと、こういうことがあります。これも今度指数の法則にのっとって計算していくと16分の81かける2分の3の2かける4分の1乗と、まあ、2分の1乗ということになるわけですね。じゃあ2分の1乗って何だったかっていうと16分の81かける2分の3の、まあ、2分の1乗ってちゃんときちんと書いておきますが、2分の1乗って、まあ、ルートってことですよね。だから16ルート2分の81ルート3、まあこれでもいいような気がしますけど、一応まあ丁寧にっていうことで、まあルート2をね、分母と分子にかけてあげて、まあ分母に無理数が入ってない形にしてあげようと思います。分母と分子にルート2をかけたんで、分母は 16×2、 分子は 81×√6 ですよね。ということは最終的に計算すると32分の 81√6 というふうになるわけです。まあ、数学オリンピックの問題っていうのもこんなまあ単純な計算問題もあったりするわけなんですね。ただパッと見ちょっと式も折って目を引くような感じなので面白い問題なんじゃないかと思います。皆さんもぜひチャレンジしてみてください。この動画が気に入ったら高評価とチャンネル登録をよろしくお願いします。